皆さん大好き草柳でございます。はい、赤い色に塗ってるわけでもないよね。で、何ですか、ポンデアバホとか書いてるわけでもないよね。もうあえて日本語で言わんけども、あのね、ここあれなんですよ、あそこ、これトンボ池公園ね。でファミマがあって組合があってというとこなんです。これ何撮ってるかって言うたら、まあ、岸和田のもうすごい愚作ですわ。ほんまにね、愚作のこれ商業エリア 2.8 ヘクタールあります。泉のところではですね、ニトリが来るわけですよ。まあ、ニトリは、まあ、自分私有地やけどね、私とちゃいますよ、私の土地やけどね。でこれ私の土地をですね、いかにだからうまいこと開発ができてないかというような例ですわ。でこれ今ダンプがじゃん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 来てるのは、この土をですね、山の外側の向こうのところのなんか風のところへ捨てに行ってんやということを言うんですけどね。前に私もここで話聞いた時は、この辺の地主のおっちゃんやという人が話しててね、こんなとこの土を持って行って結局牛滝川を埋めたのはですね、この辺の土やということを言うわけですよね。山の上にですよ、岸館のね、ある岸和田カントリークラブのあるあんな山のとこに土積んでですよ、山の上に土積むようなそんなアホがおるかいと、矢野コーポレーションという方はお積みになられましたけどね、まんまとやっぱり崩れるわけですよね。でもうむちゃくちゃなんだけども、この 2.8 ヘクタールですけどもね、今のところ何が来るかというのは全く決まっておりません。ところがですね、ここに来てもええよということを言うてくれた企業があったわけです。泉市民生協でございますよ。トマトちゃんね、トマトちゃんは来たるよって言うたんだけども、その時トマトちゃんが言うたんは配送センターと言うたんですよ。今移動販売車なんかも回ってはおりますけど、小規模でね、やっぱり、年配の方なんかが食材を注文なさるんやったら、ほら生協で家まで持ってきてくれる。昔やったらですね、どっか集会をしてですね、みんな井戸端会議しながら一個のとこにボンと下ろしてね、それみんなこれあんたどこのキュウリちゃうんかみたいなね、そんな分け方してましたけど、今個別配送ですから、そんなあんたどこのじゃがいもやでみたいな、そんなことはせえへんわけですけども、その配送センターがここに来るという話があったんですけども、岸和田市が断っております。で、なんでかって言ったら、ここはスーパーが来るんじゃという、商業エリアなんやということを言うわけですけども、ここを商業エリアにしてもですよ、お客さんどこに見込めんねやっていうことですよね。まああのファミマはトンボ池公園があるからやっていけるんか知りませんけども、ここへスーパーがほんまによう来るんかと。で、そういうセールスをもちろん市もやってません。受け身で待ってるだけです。普通であればですね、トップが動いて市長がですよ、で企業を引っ張ってくるんです。貝塚市見てください、藤原達夫市長がですね、いろんな企業のトップと話をしてですね、これは議会の中でもその中身までは言われへんかなということを言うておりました。私も傍聴行ってましたけども、いろんな企業来ましたよね。それこそクラも来ましたよ。でね、そういうことを公平は全くやらんわけですよ。どんだけ家好きやねんとね、いうことなんですけども、で生協の配送センターが来たらですね、そこへスーパーをひっつけてくれということも言えんことはなかったんじゃないかということですよね。でなんでここで商売が成り立たんからスーパーが来えへんのかといえばですね、これお客さんといえば、この裏側にある夢見ヶ丘ですね、百数十軒のあそこも私は壮大なゴーストタウンになるということを言うておるわけです、今のままではですよ。で、あそこのお客さんしか見込まれへんわけですよね。ほんでオブもこれ下がっていったらあるわけですけども、オブのとこにもう大きなスーパーなんかありますか？ありませんよ。オブにあるのはウェルシアだけです。ローソンはあるけどね。ということはやっぱりウェルシアが一軒来るぐらいしかですね、お客さんの見込みがない。オブのあんだけの大きな住宅開発地ですらですよ、スーパーの一軒もないわけですよ。ということはこっちの夢見ヶ丘の方がもちろん小さいですからね、その辺考えたらそんだけのお客さんがそら見込めるわけがないわけですよね。で夢見ヶ丘についてもうちょっと付け足しますけども、あそこはですね、学校どこ行くんですかということです。で今統廃合の問題のことを3月議会に出そうとしておりますけども、あそこ見ていただいたら分かります。山台南小学校、あそこからやったら半田宝石の方を越えて約1キロぐらいですよね、子供なしで歩ける。それをですね、廃校にするって言ってるんですよ。で廃校にしてその子供たちはどこ行くか、小学校ですよ、山滝小学校、外館を越えて山滝小学校へ行かんかいというようなことを言うわけです。学校がないようなところに人は絶対に住みません。だから
大沢の方の分校でもね、私がもうここへ、移ってからじゃないですけど、もっと前だけど分校なくなった学校なんか絶対になくしたらあかんわけですよ。せやけどもうそういうことを学校みたいなのもいらんやろと、そんなことよりもですね、とりあえず土地買わんかいというような考えが、長野公平維新姿勢であるということですよね。で、あそこの夢見ヶ丘のですね、電線も地中化してますけども、あれについてもですね、電線地中化するについて岸和田氏が言うた言葉は、なんぼ金かかると思ってんねんというようなことで、吸ったもんだしたということを聞いております。今ですね、岸和田が誇るヘイト住宅、富士住宅の住宅地であってもですよ、電線地中化をしてる時代なんですよ。それを市が打ってですね、こんな山の中でね、便利悪い誰が来んねんと、ほな何かのバリューがなかったらあかんやろと、未来都市ですというようなね、バリューをつけて売ればええのに、そういうことも全くせんとですよ、電線も地中化せんでええやろと思ってるような、そんな市がね、住民にとって住みよい市を作るわけがないんですよ。でブランド化をやっぱりしないと、こんな山の中ですから、そう住みませんわ。で、私が言うてんのは、富士の裾野にトヨタなんかが未来都市作るって言うてるでしょ。ああいう実験的な都市をそれこそここへ作ったらよかったわけですよ。で、神奈川の藤沢ですかね、町づくりを中を見せてくれるというようなことをやってるみたいなんですけども、それをやるのに、ゲーティッドシティで門の中に入らんと、もう町の中に入るのに門があるんですよ。誰でも彼でも入られへんですよ。で、そこでもそれを中見るだけでも1万5000円払えって言われるんですって。だからそれぐらいのですね、すごいバリューがあるというかね、価値があるような町、1万5000円払ってでもその町を見たいよねと、視察したいよねというような、そういう町づくりを作っておけばですね、ここももう素晴らしい家になったんですけども、タマホームも逃げましたからね。で、結局一条工務店が来ることになった。ところが、一条工務店を腐すわけではございませんけども、4000万円ですよ、大体ね。4000万円も払って、このクソ便利の悪いところにですよ、しかも小学校もないのに、廃校にするんですよ。今、お住みになられてる方もおられるでしょう。で、見てたら、若い、いい、勤労世代の子供さんがまだ小さい、そういったような家庭もあるんじゃないかなというふうに、外からは見受けられます。一軒一軒ピンポンしてるわけじゃないからね。そやけども、そういう人らかって、何、小学校廃校なる、先に言わんかいという話でしょ。ほんまに、騙し討ちですよね。そんな騙し討ちをするような住宅開発で、誰が喜ぶねんと。そらこの残土をね、ユンボでかき分けてですよ、ぶっちゃけで持っていくような、そういう会社はいいでしょうね。この新生ってこれちゃうかったんかな、前に沼町の地上げのマンションのところでやった時に、多分ここですよね、泉大津恵比寿町 9-26 のところにダンプ止まってました。で、ダンプでちょうど沼町のマンションを取ってる時にですね、工事現場クソ狭い道ですよ、商店街と並行する北側の狭いダンプ、ようこんなとこ入るような、というような道をですね、携帯電話かけながら走ってきた。あれが新生新しい星やったやなかったかなというふうに思いますけども、まあそれどうでもええんだけど、そういったようなですね、まあ矢野につながるような草柳ファミリーですからね。そういったとこは工事ができて喜ぶでしょう。矢野コーポレーションのユンボもここの中とかでは見ましたよ。そういうとこが喜んだとしてもですよ、これ結局誰が買うねんということです。市としてはもう売っ払ったんやから、もう別に市は損しまへんねんみたいなことは言うてはおるんだけど、せやけどもそれを買わされた、しかも騙し討ちで小学校廃校になるということも言わずに買わされた夢見ヶ丘の方々にとってはまさに悪夢でしかないですよね。だからこそ私が壮大なゴーストタウンになるって言うてるのはそういうことなんです。その私の期待をですね、期待というかね、もうそういうふうに言わさんぞと、ゴーストタウンに絶対にしないというような街づくりをもうお買い求めになられてる方々おられるわけですからね。で、オブの方々もそうですよね、便利が悪い方々もおられるかもわかりません。そういう方々のために、岸和田市民のためにですね、やっぱり開発するんやったらちゃんとしたとこを開発して、ちゃんとした住みやすい街にして売っていただきたかったなぁと思う次第です。ここに巨大な百貨店なんかが来たらね、ビビりますけども、まあここずっとほったらかしになるんちゃうかな、杉薬局でも来るかなというようなことですね。